恋は、雨上がりのようには、眉月順による日本の漫画。月刊。スピリッツにて2014年8月号から2016年1月号まで、連載。その後は、ビッグコミックスピリッツに移籍し、2016年8号から2018年16号まで、各週連載。略称は恋、恋とある海辺の街を舞台に、遥か年上の男性に思いを寄せる。 女子高生の恋模様を叙情的に描いた恋愛漫画である。2015年度コミックナタリー大賞第2位。2018年1月22日第63回小学館漫画賞受賞。2018年1月よりテレビアニメが放送され、また同年5月には実写映画が公開された。 感情表現が不器用で一見クールな17歳の女子高生、立花のアキラ。彼女はアルバイト先のファミレス、カフェレストランガーデンの店長である45歳の近藤正美に密かに思いを寄せている。自他共に認める冴えない男の近藤だが、アキラはそんな彼の魅力を自分だけのものとして胸に秘めた恋心を募らせていた。そんなある日、 アルバイト中に起こったとある出来事をきっかけに、アキラの秘めたる恋心は大きく動き出していく。声は、テレビアニメの声優、エンは、実写映画のキャストを示す。2018年1月から3月まで、フジテレビ、ノイタミナ枠で放送された。インターネットでは、アマゾンプライムビデオにて、独占配信され、日本では、第1話が2018年1月11日0時に、 第2話以降が、フジテレビの放送開始1時間後に配信。2018年5月25日公開。長井里監督、小松菜奈と大泉洋が主演。映画の公開に先立ち、5月2日から25日にかけて、葉山進むのと松本実子が主演のスピンオフドラマ、恋は雨上がりのようにポケットの中の願い事があげお、で配信された。ありがとうございます。